準備はいいか？冒険開始だ。さて、どうかな。あら、いらっしゃい。エニュー、ロキファミリアがクノッサスに。だが僕たちも負けるわけにはいかない。今度こそ勝たせてもらう。舞台を開けるぞ。必ず神タナトスを抑える。武装隊構えろ、来るぞ。飲まれずに滑る。履き違えない。憎いから滅ぼすんじゃない。大切なものを守るためにあの人に勝つ。作戦開始。この戦いが終わった後、二人で旅行でもしませんか？どうせなら私の里なんていかがでしょう。あともう少しすれば大聖樹が好感を宿すんです。ああ、全てが終わったら行こう。約束だ。いらっしゃいませ。来てくれたんですね。最後まで付き合ってやる。ベルはどうして戦ってるんだろう。あんなことがあって私を置いてどこへ行っちゃうんだろう。でもこれだけはわかる。ベルは強くなる。きっとまた走り出す。じゃあ今の私は。私はあの子のように強くなることができる。私も走り出すことができる。
エニューを。ロキファミリアがクノッサスに。結論から言おう。僕たちは武装したモンスターと結託することにした。モンスターと聞き間違いよね。どういうことだ。どういうことですか団長。モンスターと結託とは一体。こうなった。モンスターは人類の敵。恨みを持つ人はたくさんいる。きっとこうなるから団長は理智があると分かっててもモンスターとの協力なんて選べなかったんだ。ティオナさんやティオネさんも驚いてる。他のみんなだって今にも団長に飛びかかりそう。このままじゃファミリアがバラバラになる。どうするんですか団長。お、来るのか。すべては手のひら。これが私だ。先日のダイダロス攻防戦の中で武装したモンスターには高い知性があることが確認できた。それこそ僕たちと意思疎通が可能なほどのものが。意思疎通ってまさかそれにほだされたというんですか。ありえない。ただ僕はあのモンスターたちが目に宿す知性の光に価値を見出した。その上で結託するに足ると判断した。化け物どもに敵意がないとそんなこと証明できるんですか。モンスターの感情を証明する手立てはない。いっそ神々にさえ。が今回のモンスター地上進出にまつわる情報の中で民間人および冒険者の犠牲者がゼロという数字は厳然たる事実だ。いくら都市中の冒険者が尽力したとはいえ、あれだけの大事になっておきながら命に関わる被害が出ていないのは不可解に過ぎる。僕たちが知る通常のモンスターのことを考えればあまりにもそぐわない。そんな客観的な見解だけは言わせてもらおう。暗黒の時代を覆す光に。瞳はいろんなことを教えてくれる。すでに僕は前回の戦いで武装したモンスターの一団と交渉を済ませている。他でもない、クノッソスへ突入したレフィアたちが証人になってくれるだろう。本来ならば隠すべきだったのかもしれない。いや、正直に言おう。
僕はあのモンスターたちの正体に感づいておきながら君たちには伏せるつもりでいた。今目の前に広がるこの光景がファミリアの混乱する様が想像できたからだ。ならばなぜここで語ったのですか。勝利するためだ。あの魔窟に潜む闇の住人たちに打ち勝ち、オラリオに平和をもたらすため。そのためなら僕は罪人にもなろう。そんな、いくらなんでもどうすれば。けないけど、これから私たちはデモをしたらいい。分からない。何が正解なんだ。他に意見がある者はいないか。僕は全て答える。君たちの疑問に、感情に、偽りを用いず応じよう。団長。なんだい、アキ。体裁ではなく、建前でもなく、団長は武装したモンスターのことをどう思いになっているんですか。利用と言いたいが、あえて信用と言おう。僕はあのモンスターたちが信じるに値する存在だと、そう捉えている。嘘だろ。な、信じられない。いや、ありえない。信用だなんて。言い間違いだよね。私たちの中にはモンスターに仲間を殺された者もいます。家族や恋人だって。それを知っていてなお信じると、そうおっしゃるんですね。そうだ。わかりました。なら私はこれ以上何も言いません。発言をよろしいでしょうか。ああ、私は武装したモンスターにこの命を救われました。そんな、信じられない。いや、ありえない。信用だなんて。嘘だろ。あれは単なる偶然ではなかった。無論気まぐれでもなかった。あのセイレーンは意志を持って私をかばいました。自分の身を挺し、およそ友愛と呼べる心を持って。あの眼差しが、あの笑みが、今も私の心をかき乱しています。認めたくない、受け入れがたいけれど、あれは気高き献身であったと、そう思わずにはいられない。あれを認めなければ私たちは怪物より汚らわしい魔物に落ちてしまうと、そう思ってしまいました。アリシアさん。私も力に。計画に狂いはありません。申し訳ございません。ございません。順番が前後したが、今回の結論に至った前提を説明しよう。明確に他のモンスターと分けるため、武装したモンスターは今後ゼノスと呼称する。ゼノスはその知性の高さからイケロスファミリアに何度も仲間を駆られていた。ゼノスにとってもモンスターの密輸に関わっていたクノッソス勢力は敵対関係に当たる。利害は一致している。そして
今回の戦いに限り御せると僕はそう判断した。団長、それはつまり。ああ、この結託は今回限りの共闘だ。クノッソスの攻略、都市の存亡をかけた戦いに勝利するために。何もモンスターに歩み寄れと言っとるわけではない。逆に本当の意味で心は許すなとまで言い含めさせてもらうぞ。今後迷宮探索をする際、迷いはお前たちを殺す。無茶を言うが、今回の件と冒険者としてのあり方は切り離す。まあ、要は何をつこてでも弔い合戦は果たすっちゅうことや。私も助けられなかったロイドさんたちのためにこの戦いを終わらせたいです。ここにいるファミリアの皆さんと一緒に。この場はここで切り上げる。叶うならよく考え話し合ってもらいたい。いいか、これは命令ではなく提案だ。その意味をよく考えてほしい。脱退の志願者がいるなら執務室まで来るように。決して止めはしない。僕は君たちの意思を尊重しよう。それでは解散。冒険開始だね。みんなまだ議論し合ってるわね。朝の会議からずっと。こんなファミリアの空気初めてっす。ひょっとしたらみんな遠征の時より目をギラつかせてるかも。ちなみにみんなはどう思ってるっすか？俺は正直どちらでもいい。ロイドたちを殺した奴らを撃てるのなら。モンスターの力を借りるというのは尺だが、目の前にさえ現れないなら利用していいと思う。でもでもクルスさん、モンスターですよ。怖くないですか？まあ恐ろしくはあるよね。私たち武装したモンスターと戦ってるし、あの黒いミノタウロスに出てこられたら。うわ、ビビる。私は気が気じゃない。そうっすよね。足並みを乱してる場合じゃないし、団長のことは信じてるっすけど。まだやってんのかてめえ。ベートさん。あ、いや、一筋縄じゃいかない話っていうか。ねえベート、ベートは武装したモンスターについてどう思ってるの？ああ、そういうてめえの腹は決まってんのか？なんだかみんな思ってた以上にすごく悩んだり怒ってたりしたから、私びっくりしちゃってさ。ちょっと頑張って考えてたんだけど、私はあのモンスターたち怖がらなくていいと思った。フィンも言ってたけど、武装したモンスターって誰も傷つけてないんでしょ？それに私、追いかけてたビーブルが子供をかばうところ見たよ。
あの武装したモンスターゼノスだっけ。一緒に戦えると思ったけどな。そうなんすね。じゃあティオネさんの方は。団長の決定でしょ。薄汚ねモンスターとの共闘だろうと反対する理由がどこにあるのよ。本当にブレねえなてめえは。そういうあんたは結局どっちなわけ。私あんたが真っ先に暴れ出すと思ってたんだけど。とやかく言って年ごとやられたら笑い話にもならねえ。それだけのことだ。不満も殺意も全部終わった後、好きなだけダンジョンに吐き出しゃいい。ジジイもババアも言っただろうが、俺たちは冒険者だ。今までと何も変わらねえ。違うか。ごちゃごちゃ不満を抜かす連中はファミリアを出ろ。それだけのことだ。かっこつけ気取っちゃってさ。そっちから聞いといて何をおざいてやがるクソアマゾネス。ぶちのめすぞ。大物だな。計画に狂いはありません。来ます。クソが。じゃあレフィアはどう思ってるっすか。私はモンスターはやっぱり怖いです。でもあの武装したモンスターは違う気がします。違う？どういう意味？私たちがダンジョンで遭遇するどんなモンスターより嫌悪感が生まれなかった。あのモンスターたちは私たちエルフや他の皆さんと同じように同胞を思う心がある気がします。うんうん、私もそう思う。あのモンスターたち仲間思いだったよね。ティオナさん、そうだといいですよね。ただアイズさんはそれでいいのかな。入るぞ。アイズ。アイズ、あの事件の日、一体何があった？リベリア、英雄はいるのかな？誰かにとっての英雄は、その人にとっての英雄はいるのかな。英雄を待つ者は朽ちる。少なくとも多くの者は見つけてもらえるのは一握りだ。切れなかったモンスターを。ベルト、あのビーブルが間違っていないと、そう思っちゃった。私は、私との約束を破った。アイズ、迷いがあるなら、
私は今後のクノッサス攻略の作戦からお前を外す。鍵を入手した今、次の作戦は本格的な攻略戦。イビリス側との全面戦争に突入する。クリーチャーたちとも衝突するだろう。そんな戦いに迷いを抱く者を連れていく余裕はない。でも確かにお前がいなければ攻略作戦は厳しい。だがそれ以上にお前が落ちると部隊の人間に影響が出る。アイズ、正直に言おう。私個人としては今のお前の迷いを歓迎している。答えは一つではない。お前はお前に取り付く黒い炎に疑問を覚えた。道は決めつけられたものだけではないんだ。迷え、考えろ、納得がいくまで。リベリア。そして忘れるな、お前はもう一人じゃない。私は何度だってそれを言うぞ。私はそのお前を愛している。お前の英雄にはさすがになれはしないが、そのなんだ、不必要に孤独感を抱かずともいいというか。笑うな。私は真剣にお前のことを。ありがとう、リベリア。迷うし、これからも悩み続ける。だけど、この時間はもう終わりにしよう。立ち止まるのはやめて、前に進むために。あの子に会ってこよう。やりましたね。おはようございます、アイズさん。おはよう。ねえレフィーヤ、武装したモンスターゼノスだっけ。私はあのモンスターたちが気持ち悪いって思う。はい。うん、気持ち悪いって思いたいんだと思う。迷わないで剣を触れるように。あのモンスターたちをレフィーヤはどう思う。私も本当はあのモンスターたちが恐ろしいです。下界をひっくり返しかねないあの怪物たちの存在が。でもそんな彼らのあり方を身を投げ打って訴えようとしている者がいるなら、彼らの声にも耳を貸すべきだと、そう思います。そっか、ちょっと行ってくるね。はい、行ってらっしゃい。アイズさん。
おはよう。どうしてここに？なんでだろう。ここに来れば君に会える気がしたから。そうですか。アイズさん、また戦い方を教えてくれませんか？あんなことがあったのに。はい。君はずるいね。ごめんなさい。いいよ。いいんですか？うん。同じ目をしてる。ん？私が鏡の前でいつも見ている目。あ、でも君はその別に私みたいにおかしくなくて、もっと目は綺麗で、その。なんで笑うの？すいません。私やることがあるからいつできるかわからないけど。はい、大丈夫です。ありがとうございます。アイズさん、僕、強くなりたいです。そっか。はい。行くね。はい。またね。はい。私も強くなりたい。進む道を決めて走り出す君みたいに。私も今君に会えてよかった。行こう。冒険へ行かれるのですね。頼もう。頼もう。何の用だ、人形女。要件があるなら2秒以内に答えろ。殺されてえならそのまま口を閉ざして突っ立ってろ。おかしい。ロキに教えられた通り、お邪魔するとき頼もうってちゃんと言ったのに。いいか、アイズタン、人ん家にお邪魔するときはな、頼もうチューンがマナーなんやで。よし、死ね。
何をやっているの？何か騒がしいと思ったけれどこんな珍しい客人が訪れたのならそれも当然ね。申し訳ありません、フレイヤ様。すぐに片付けます。アレン、いいわ、槍を下ろしてちょうだい。必要ありません、ここで首を落とします。アレン、それで何か用かしら、剣気。頼み事があって。あなたが頼み事？しかも私たちに？おかしい。一体それは何なのかしら。私と訓練をしてください。バカかてめえは。敵対してるファミリアに訓練をつけるアホがどこにいる。ああもういい、死ね。私はもう負けられない。うん、負けたくない、あの人に。もし負けてしまったら全てを失ってしまうかもしれない。あの人にはフィンたちでも勝てなかった。私はフィンたちより強い人をあなた以外に知らない。だからあなたに教わりたい。方法とかしがらみとかもう気にしない。ベルと同じように私も強くなりたい。いいわ、許しましょう。フレイヤ様。何そだ。本当か。元気？確認するけれど、あなたの目的はクノッソスを攻略するためであっている？はい。ロキに言われてしまったの。余裕そうに振る舞っていて足元を救われないようにって。アレン、私はロキが言うような間抜けな女王にはなりたくないわ。それともあなたたちがロキの子供たちと共闘してきてくれる？死んでもごめんです。ならこういう協力ならまだ飲み込めるでしょ。オッタル、あなたはいい？フレイヤ様がお許しになられるのなら、一介の冒険者として引き受けるのもやぶさかではない、そう思っております。決まりね。でもただじゃあできないわ。アレンたちの言い分はもっともだもの。だからそれなりの代償がないと。契約よ、ケンキ。契約？そう、あなたの言う訓練にオッタルを貸してあげる。その代わりあなたは私たちに借りを一つ負ってもらうそんな警戒した目をしないで。いつどこで何を支払ってもらうかは決めてないけれど、無茶な要求はしない。
少なくともあなたの申し出に見合わないことは求めない。私の名に誓うわ。どうかこの歌を。さあ悲劇を始めましょう。ファミリアじゃなくて私だけの仮にしてください。いいわ、契約成立ね。あん、もうこんな時間。私は行くわ。従者はヘルンにお願いするから。オッタル、あとは任せるわね。は。申し出通り、お前と剣を交わしてやる。準備はできているな。はい。アレン、お前も加われ。指図するんじゃねえ、クソ野郎。てめえらだけで勝手にやってろ。それにしても、このような申し出、よくフィンたちが許したな。あ、どうしよう、何も言ってない。報酬はこちらに。